足跡だ。大人のものにしては小さすぎる。これは一体何の骨だ。これは伝言か。お前にまた会えるなんて。あなたは女神なの？ポイベ、私だ。カサンドラだ。はじめまして、カサンドラ。あれ、あなたのわし？私にもいたらな。ポイベ、私だ。わからないのか。ここで何してる？遊んでる。私を知ってるの？お前を忘れるわけがない。あの時からお前のことを考えない日はなかった。あなたのことは知らない。一つ目の男の仲間？誰だって？私にこの水をくれた人。霊帝の水を飲んだのか。ポイベ、どんな奴にもらったのか思い出してくれ。とても大事なことなんだ。名前は覚えてない。その人に人形を取られたの。わしの人形だな。イカロスみたいな。取り戻せば何か思い出せるかもしれない。思い出すことなんて何もないと思うけど。教えてくれ。穴がなんとか。窮房の穴の。そう、それ水を飲む。わからない。お前に記憶をなくさせ、人形を奪ったことを後悔。つまり盗む。
ああ、その通り。私と冒険に行きたい。よし、冒険を始めよう。お前はケファロニアで知り合いだった女の子によく似てる。行ったことは？私はここしか知らない。どんな子なの？そうだな、賢くて勇敢な子だった。私のことを尊敬してると言ってくれたが、尊敬してたのは私の方だった。そうなんだ。それその子に言ってあげた？いや、言いたかったが結局言えずじまいだった。大丈夫、きっと伝わってたよ。その子はやがてケファロニアを離れた。どこへ？アテナイだ。ペリクレスのような人たちによくしてもらってた。名前に聞き覚えはないか？ソラ。ならアンソーサは？一度会えば簡単には忘れられない女性だ。さあ進め、行くぞ。慎重に行動しないとね。Huh?
な。まあ、知ってるぞ。ケファロニアにいたやつだ。これで記憶が戻らなかったとしても、
うまくいったろ。さあ、手に取ってみろ。何か思い出したか？カサンドラ。ああ、そうだとも。よかったポイメ、よかった。お母さんもマルコスもアスパシアも、それにあなたも。どうして？私がいい子じゃなかったから。そんなわけない。アスパシアはお前を一人にするべきじゃなかった。悪いのはお前じゃない、彼女の方だ。それどういうこと？覚えてることを話してくれ。ペリクレスは死にそうだった。まだ病気にかかってない人はみんな当てないから出なきゃいけなくて、私は一人ぼっちだった。それですまないポイベ。私、黄金の野原はどこ？エルシオンのことか。あそこにいたんだ。綺麗なところだった。でもお父さんとお母さんを探しに来たの。家族を救うために冥府を旅してるのか。本当に勇敢だな。あなただってそうしたでしょ。でも私はまだやり遂げてない。行かなくちゃ。お前は十分苦労してきた。それに両親は物心つく前に死んだ。不安になって当然だ。私だってそうだった。大丈夫だよ、あなたが一緒に来てくれれば。もちろんどこへでも一緒に行くが。手がかりを見つけたの。愛する者と離れ離れになった者は。少しは落ち着いたか？ううん、でも落ち込んでる時でも。エリシオンまでの旅路は厳しいものだ。うん、
目が覚めたら船の上にいて、すごエルシオに入れるのは特に勇敢な戦士だけなんだ。たどり着けたってことは、そこに仲間。え、そうなんだ。もちろんの手がかりを見つ。お前が両親と対面するところに立ち会えるなんて光栄。ほら、進め。二人が車輪の近くで隠れてたってことは分かってるんだ。隠れてた？何から？冥府は怖いところだし、戦うのは苦手なのかも。あなたに教わったことを教えてあげようかな。それはいいかもな。お願いよ、もう言ったでしょう。キクロープスに伝えて、女の子もその家族もここにはいない。もう言って。落ち着け、危害は加えない。ここで何が起きたのかを教えてくれ。ケファロニアのキクロープスに墓までついていった連中が、この冥府でも奴に従ってるのよ。女の子を探すように言われてここへ来たらしいわ。一つ目の男だ。ホイベっていう女の子に会った子。いや、知らないな。わからないわ。その子のご両親とは親しかったの。ここに一緒に隠れて。戦士って言ってたの？ケルベロスが死んだ時、二人はその子を探しに黄金の野原に向かったわ。ごめん、ちょっと思い出した。あの一つ目の男はキュクロープスだよ。私たちがわしを盗んだのを知って報復に来たのか。どうする？エルシオンへの門は開いてるが、あのキュクロープスのことだ。もあの人はお父さんとお母さんのと彼女なら自分で戦えそうだ。この近くにケールがいるはずなの。頼めばきっと戦ポイベ。すぐ済むから。キュクロープスとはその後で。わかった。